ジーンズのコンディションまで金止系違いのお揃い定番のコンバースオールスターお揃いはある人が所有、着用している衣服、靴、持ち物、タトゥーなどの色、柄が特定の他者のそれと同じである状況のこと。略称としてはお揃いというのがある。双子コーデという言葉もあり、仲のいい友達同士の女子がお揃いの服装で出かけることを主に指す。旅先で その記念として二人で同じ土産を購入する場合がある。また、留守番となった兄弟、姉妹、夫婦などに対してお揃いの品を旅に行った他の家族が買ってくる場合もある。兄弟、姉妹で同じ服を着させている家庭もある。理由は様々だが、別々のものだと喧嘩になる、外出先での迷子対策、防止策などを挙げる声もある。なお、同じ商品で、 色違いの場合も、お揃いとみなすこともある。アイドルグループなどにおいては、男女を問わず、メンバーごとに赤青きなどのイメージカラーを固定し、色違いの衣装を着用する場合もある。同じ服を着用したり、小物類を持った他者と遭遇した際、これが想定外な場合や不本意な場合は、被るという否定気味な言い方もされる。また、バッティングするという比喩表現もある。 さらに、香水やフレグランスに特徴がある柔軟剤などに関しても、これらの表現を用いる人もいる。一点ものでない限り被る、可能性はゼロにはならない上に、たとえ全く異なる衣服でも、トータルコーディネートから受ける印象が同じ場合も、被ると言われることになる。この状況を、罰が悪いと感じたり、嫌がる人もいる。なお、面識のある。 物同士の場合、いじめている側といじめられている側、上司と部下など、正反対の立場の二者間において、かぶりが発生することもあり得る。また、一緒の仕事の事前に、かぶり回避のため服をお互いに確認する、女流騎士もいる。特に、恋人や夫婦であるペアが所有、同時着用している衣服は、ペアルックと呼ばれる。かつて、日本では、手編みのセーターやマフラーが、 流行した時期もあった。一部のアイテムカラー、柄などのみをリンクさせるコーディネートについて、リンクコーデという呼び方も生まれた。なお、小物に関しては、ペアルックと呼ばないが、下記のようなタイのキャラクターグッズをペアグッズとして用いる恋人、夫婦もいる。ありがとうございます。